海上自衛隊が世界に誇る偵察監視能力の一翼を担っているのが B3C 哨戒機と P1 哨戒機です。今回はこれらの偵察活動について見ていきたいと思います。中国が連日領海に侵入している尖閣諸島での監視活動は現在も行われています。中国海警局は今までは2隻の侵入だったのが今は倍の4隻と数を増やしています。海自はこういった動きをチェックしているのです。海上自衛隊が保有している B3C 哨戒機はサブマリンハンターという別名で呼ばれることがあるそうです。潜水艦を含む艦艇の探知もできる飛行機ですから、ハンターと表現されるのも無べなるかなと思われます。さて、その P3 哨戒機が尖閣諸島監視任務にあたり、長時間の任務を遂行しています。優れた哨戒能力を持つ B3C を中国は恐れているとみられますが、機体の性能は偵察活動だけではありませんでした。もともと海上自衛隊は艦艇だけを使用する組織というものではありません。航空機も保有して運用するというのが本来の形です。使用している機体には固定翼機と回転翼機の2種類があり、約175機を保有しているのです。もちろんヘリコプターも持っています。2011年の東日本大震災の際にも、海上自衛隊のヘリや航空機が、海上から救難者捜索に当たっていたことを覚えている方もいらっしゃるかもしれませんね。海自のプロペラが固定された固定翼機には、様々なタイプがありますが、注目されるのが、前述の P3C 哨戒機です。日本領海上をパトロールしている P3C 哨戒機は、不審な船舶などを発見すれば、すぐさま降下し、詳しく観察するという任務を担っています。不当行為があれば、即必要な措置を取る P3C の日常的なパトロールがあるからこそ、日本領海の安全が保たれているということになります。P3C 哨戒機の歴史ですが、アメリカのロッキード社、現ロッキードマーチン社が、最初にターボプロップエンジン4発を積んで飛べる航空機を開発したのが、P3C 哨戒機の始まりとされます。初飛行は、1958年、昭和33年、ですから60年以上前になりますね。東京タワーと同年です。もともとはロッキード社の旅客機L188 エレクトラという機体を土台として改良、建造された航空機でした。本来は旅客機だったので、機体内部は広く、座席は必要最小限にして余裕あるスペースを確保した機内になっています。そのおかげでしょうか、哨戒任務に必要な機器類やその他装備品など、たくさんの備品が積載できるようになっているのです。余談ですが、B3C の前身である旅客機エレクトラ。エレクトラというのは、ギリシア神話に登場する名前で、同名女性が多いのですが、一番有名なのがミケーネ王女でしょう。トロイ戦争に参戦したミケーネ王アガメムノンとクリュタイムネストラの娘ですが、父親への思いが異常に強すぎるあまり、国を荒廃させ、自分を裏切ったアガメムノンを手にかけた母親への憎悪をたぎらせた挙句、弟にクリュタイムネストラを殺させた王女です。その名前を旅客機につける。縁起が悪いんじゃないの？と首をかしげてしまいますが、広島に原爆を落とした飛行機に、エノラ・ゲイと自分の母親の名前をつけるアメリカ人もいましたしね。さて、そんな P3C 哨戒機の初舷を紹介します。最大速力395キロトン、
全幅 30.4 メートル、全長 35.6 メートル、全高 10.3 メートル、離陸重量は約56トンということです。ターボプロップエンジンを4機搭載し、乗員は11名です。哨戒飛行は、海上パトロールを目的とした飛行ですから、フライト時間が長時間になるのが通常とされます。ですから、機内が広いというのは、乗員にとって、福利厚生面でも好都合ということはお分かりでしょう。哨戒機のチームは11名と大所帯ですから、機内では少しでもストレス軽減が大切になります。パーソナルスペースを十分に取れる広い機内は、交代での休憩時間にもリラックスできる場になるというわけですね。緊張しながらの任務の後は、広いスペースでのびのびとリラックスして気分転換。つまり、機内環境でメリハリをつけることで、一回のフライトが長時間になっても、搭乗員が安心して各種の任務を果たせるということになります。メディア関係者が P3C 哨戒機に搭乗すると、汎用スペースの座席とテーブルを待機所として用意してもらえるそうです。使用しない機材などは、空いたスペースに置いて、必要なカメラだけを持って機内を移動。操縦室側からの景色を撮影したり、外部観察用窓から撮影などができるといいます。前述の通り、P3C 哨戒機内は、旅客機エレクトラを土台にして作られたので、身をかがめることもなく、普通に歩いて移動ができるという素晴らしいメリットがあるのです。哨戒任務を担う機体として、P3C 哨戒機は、世界各国で使用され、いわばベストセラー機となっています。使い勝手の良さが人気の理由らしいですよ。しかも、哨戒任務だけでなく、隊員の輸送、救難任務、各種の地上観測機として潜在的汎用性が広がったことで、多くの業務でも使用されるようになりました。使える機体ということでしょうか。派生タイプも次々に生産されたので、総合的に長期間の現役任務を続行中ということなのです。海地が P3C 哨戒機を調達し始めたのは、1978年、昭和53年です。それから5年後の1983年以降は、川崎重工がライセンス生産を行うようになりました。沖縄県那覇基地に駐屯する海上自衛隊第5航空軍は P3C 哨戒機による尖閣諸島のパトロールを毎日欠かさず行っています。日中は領海の中間線付近なども含め東シナ海の警戒と保安任務遂行に従事しているのです。かなり精神的にもきつい任務ですよね。前とした P3C 哨戒機の派生タイプですが、海地が保有しているだけでも、電子戦データ収集機 EP3、画像情報収集機 OP3C、電子戦訓練支援機 UP3 で、E、試験評価機 UP3C という4種類あるそうです。これを見ても、P3C の応用力の凄さがわかるような気がしますね。しかし、何と言っても、P3C 哨戒機は、40数年間も働き続けている機体です。全体的に老朽化してきているは明らかで、問題視されるようになってきました。耐用年数が過ぎた機体の、機能維持や整備をするだけでも、手間と費用がかかるようになってきているので、不要決定を下されるのも、時間の問題と見られています。哨戒機の任務は洋上飛行ですから、飛行のたびに海水の塩を大量に振りかけられている状態なのです。
自衛隊基地に帰投後、毎回専用設備のシャワーで機体洗浄を行っているとはいえ、最終的に終わりは来ます。自衛隊整備規則で決められている使用年数が経過したら、必ず退役しなければならないのです。現在、B3C 哨戒機後継機となる4発ジェットエンジンの国産機 P1 哨戒機ですが、開発が遅れていて、現場への配備や隊員の配属にも影響が出ていると言われています。B3C 哨戒機の寿命が尽きないうちに延命措置を施しつつ、現行の哨戒飛行任務をさせる作りらで、B1 哨戒機の配備数を増やしながら順次交代させていくべきと思われます。では、B1C 哨戒機のデータを紹介しましょう。巡航速力は450キロトン、全幅 35.4メートル、全長38メートル、全高 12.1メートル、離陸重量は約80トンです。F7IHI10 発動機を4機搭載し、乗員数は B3C と同じ11名です。数字を見て、一目瞭然、乗員数以外は、すべて P3C を上回っています。B1C 哨戒機の保有数は、2020年3月末時点で24機です。防衛省は、最大70機以上を目標としているようですね。現時点では、鹿屋基地や厚木航空基地に配備されていますが、今後は、日本各地域の基地へ配備されていく予定のようです。